はいどうも、キリハです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は水着ひふみを引くことができましたので、性能なんかを皆さんに解説していこうと思います。聞いた方で使い方がわからないという意見だったり、引くのを悩んでいるという方もかなり多かったので、この動画を作ることにしたんですけれども、正直ちょっと使っただけだと全然使い道が見えてこなかったので、いろんな検証を行いまして結論に至ることができました。今回はその内容を皆さんに共有していこうと思います。これからひふみを引くか悩んでいる方、ひふみを引いたけどどういった使い方ができるのか悩んでいる方なんかは、よければ参考にしていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。まずひふみの説明をする上で必要な、今回からの新しいクラスタクティカルサポートについての説明をさせていただきます。今回のこの水着ひふみはタクティカルサポートというクラスになっておりまして、強力な兵器を用いて戦闘を支援する役割という内容になってます。具体的に話しますと、 EX スキルを使うことで戦車に乗ったひふみがストライカー枠の前線に出てきて戦ってくれるという内容になります。一時的にストライカーが5人になるということですね。スペシャル枠でありながら前線に出てきて戦ってくれるということで、話題性はものすごく高いです。しかしこの EX スキル、コストが10かかるということで、かなり使いづらいキャラクターとなっています。そしてほとんどの攻撃が範囲攻撃となっておりまして、今回の総力戦ケセドで人権になるんじゃないかですとか、結構使えるんじゃないかという意見がいろいろ持ち上がっています。ここで私がいろいろ使ってみて試してみた結論を言いますと、この子は単体の敵に対して威力を発揮するキャラクターだと思います。一部範囲攻撃が有効な場面もあるんですけれども、基本的には超火力で HP が高い敵に対して使うことが有効だと思われます。この結論に至った内容もこれから説明していきますね。まずタクティカルサポートの特徴が一つ分かりましたので皆さんに共有していこうと思います。タクティカルサポートのキャラクターはサブスキルの影響を受けないということですね。具体的にどういうことかと言いますと、こちらの画面を見ていただくと分かるんですが、真白の命中率アップと水着ひふみの攻撃速度アップが椿にかかっているんですけども、ひふみを見ていただくと何にもかかっていないんですね。つまりタクティカルサポートのキャラクターはサブスキルのバフなどの影響下にないということになります。このついている攻撃力アップはおそらくパッシブスキルのものだと思われます。なのでスペシャル枠にひふみと響きを編成して、響きの会心ダメージアップのバフをかけようとしてもかからないということになりますね。ただサブスキルではなく後からかかる EX スキル、例えば小玉のような攻撃力アップを円形の範囲の味方にかけるようなバフに関しては後からかけることはできます。今回分かったタクティカルサポートの特徴はこんな感じですね。それではタクティカルサポートの説明は終わりましたので、キャラクターの説明に行こうと思います。こちらの基本情報なんかも通常のひふみとは違うものが見れますので、こういったところにこだわってくれるのはちょっと嬉しいですよね。他の水着キャラもフレーバーテキスト違いましたので読んでみると結構面白いです。それではスキルや装備の説明をしていこうと思います。装備なんですが、帽子、ヘアピン、時計の3種類になってます。アタッカーの中では一番王道だと言われている最強装備の編成の一つですね。これを見てもとにかく攻撃に特化した内容だと思われます。そして一番重要な EX スキルなんですけれども、コストは10コストとなっております。ちなみにスキルレベルが上がってもコストは下がりません。クルセイダーちゃんに登場したひふみが登場。クルセイダーちゃんはひふみの攻撃力の何パーセント分の値が追加された攻撃力を持ちます。そして50秒いてくれるってことですね。クルセイダーちゃんは20秒ごとにスキル2ポンド砲に榴弾装填しましたを発動し、円形範囲内の敵に対して攻撃力の何パーセント分のダメージを与えます。タクティカルサポートの登場物は重複して登場することができませんということで、2体ひふみを召喚はできないよってことですね。そしてスキルの倍率なんですけれども、ちょっと文章が長くてねかなり見づらいと思うんですけども、基本的にクルセイダーちゃんはひふみの攻撃力の何パーセント分の攻撃力の値が追加された攻撃力を持ちます。
というこの何パーセントというところと、20秒ごとに打ってくれる円形範囲内の敵に対して攻撃力の何パーセント分のダメージのこの何パーセント、この2種類が上がっていく形になります。最終的にはひふみの攻撃力の 36.8% 分の追加と、円形範囲の敵に対して攻撃力の 359% 分のダメージを与えるという数値まで上がります。正直あんまり上がらないですよね。スキルレベル1から5で比べてみても、クルセイダーの20秒ごとのスキルも 100% も上がらないので、正直スキルレベルを上げる意味はあまりないのかなと思います。そしてもう一方のひふみの攻撃力の何パーセント分の値が追加されるという内容に関しましても、そもそものひふみの攻撃力がかなり低いので、このあたりも 19.4% から 36.8% に変わったからといってあまり大きな変化にはならなそうです。ということで、私の中でこの EX スキルはあまり上げなくていいスキルだと思います。そして次にノーマルスキルなんですけれども、25秒ごとという結構細かいスパンで打ってくれる便利なものになってまして、円形範囲内の敵に対して攻撃力の何パーセント分のダメージというシンプルなものになってます。このノーマルスキルは戦車として参戦している状態でも、スペシャルで後ろに引っ込んでいる状態でも、どちらでも発動します。なのでひふみを EX を使わずに置物運用している場合でも攻撃はしてくれますので、これが結構肝になってきそうですね。そしてパッシブスキルは攻撃力の上昇、サブスキルは ID と同じ味方の攻撃速度をバフするものになってます。スキルの説明はこんなところですね。そして攻撃力が低いひふみなんですけれども、この攻撃力はひふみだけの攻撃力らしくて、召喚したクルセイダー戦車にも攻撃力があります。戦車の攻撃力プラスひふみの攻撃力ということで、攻撃力が決まるみたいですね。そして私は計測の方法がわからないのでやっていないんですけれども、その戦車の攻撃力が5000を超えているらしく、かなり高い攻撃力になってます。ですがこの高い攻撃力と範囲攻撃というのがちょっとアンマッチな感じがしてます。それはここから説明しますね。で、今回のひふみがあまり範囲攻撃で使う場面が多くないと思う理由なんですけど、これがひふみの通常攻撃なんですが、火力はねかなり出てますよね。いつも2万超えの攻撃力が出ます。クリティカルだともっとですね。ですが見ていただくと分かる通り、敵がこれだけ密集してても全然当たってないんですね。で、通常攻撃の範囲がかなり狭いっていうのと、でこちらが召喚中に2回だけ撃ってくれるクルセイダーのスキルなんですけれども、これも言うてそこまで大きくないです。明かりやユズといった円形範囲よりも全然小さいですね。おそらくユズのノーマルスキルぐらいの範囲だと思います。本当にくっついてる敵に当たってるぐらいですね。なので火力がかなり高くて範囲が狭めというのが特徴なんですけれども、攻撃する相手を選べない以上、範囲はもうちょっと広くないと使えないなって思いましたね。なので今回のケセドでは正直出番ないかもしれません。そして範囲攻撃として見た時に、このひふみの攻撃力って完全にオーバーキルなんですよね。敵の HP ってそんなに大きくないので、このクルセイダーのスキルに関してはクリティカルだと10万超えのダメージが出るんですよ。それって範囲攻撃で必要かどうかって聞かれた時にちょっとオーバーキルですよね。なので火力をかなり落として範囲をめちゃくちゃ広くしてくれた方が個人的には嬉しかったかなと思います。そして雑魚処理に向かない点がもう一点あります。基本的に一番近い敵をみんな狙うわけで、攻撃速度の速いキャラクターから撃ってしまうので、ひふみの攻撃が届く頃には敵が落ちているということがほとんどなので、全然攻撃が当たらないんですね。有効活用ができないんですよ。なので範囲攻撃で雑魚処理を行うというところでかなり不利な点が多いです。そういった意味合いでもケセド戦で考えるよりは別の場面での活躍を期待した方がいいと思います。それではここからは各シチュエーションごとにひふみの有用性を考えてみます。それではですね、皆さん結構気になってると思うんですけど、
戦術対抗戦では使えるのかどうかというところですね。とりあえずこちらの映像をご覧ください。はい、即落ち2コマみたいな感じになってるんですけど、実はこのクルセイダー戦車 HP は思ったより高くないんですね。この春菜の攻撃で苦手属性にもかかわらず3万ほどのダメージで即落ちしてます。正直10万以上 HP があると思っていたので、これはちょっとショックでしたね。もしかしたら HP はひふみとあまり変わらないのかもしれません。そして戦車の形なので当たり判定がどでかいので、響きの爆撃でも普通に落ちます。そして神秘属性でもありませんので、椿を落とせるだけの火力もさすがにないですね。しばらく戦ってる映像もあったんですが、さすがに椿に対しては有効手段とは思いませんでした。なので戦術対抗戦に関しましては、現状の環境ではひふみはあまり有効ではないと言えると思います。そして総力戦ですが、先ほども言ったんですけども、ヘセドに対してはザコに対してはさすがにオーバーキルで、もう少し範囲があればよかったんですけど、かなり無駄が多いところがあるので正直適正ではないですね。そしてそれよりも私はビナー戦で活躍するんじゃないかなと思ってます。敵は1体でターゲットを絞る必要もありませんし、攻撃力を遺憾なく発揮できるんじゃないかと思ってはいるんですが、先ほどの戦術対抗戦で試した通り HP はそこまで高くありません。ビナー戦も正直使ってみないとわからないんですけれども、もしかしたら強いかもしれませんね。どれぐらい火力が出るのかちょっと見てみたいです。そして私が一番注目している内容なんですけれども、市街地戦の白黒がまた来た時にひふみは活躍するんじゃないかと思っています。なぜかというと、白黒に対して貫通はある程度ダメージが通るっていうところもあるんですけど、それよりもサブスキルの攻撃速度アップです。市街地戦でイズナがかなり人権でした。そしてこのイズナがなぜ強かったかというと、このノーマルスキルの倍率がかなり刺さったわけですね。このノーマルスキルが通常攻撃を6回するたびに出してくれるというスキルでして、つまり攻撃速度が上がることでこのノーマルスキルの回転率も上がるというので、それを目的にして ID を入れていた先生がいたんですね。ですが ID に関してはそのサブスキルだけを目的として入れていたんですが、ひふみはノーマルスキルで攻撃もしてくれますので、これはかなり大きいんじゃないでしょうか。市街地戦の白黒が来た時にはイズナと水着ひふみのコンビネーションもしかしたら見れるかもしれません。私も市街地戦の白黒が来たら試してみようと思ってます。そして今後この通常攻撃何回ごとにスキルが発動といったキャラクターが他にも出てきた場合はそことも噛み合うので、ひふみはそこの将来性もありますよね。 EX スキルを使わなくてもサブスキルとノーマルスキルで置物運用ができるかもしれません。私はここに将来性を見出してます。あとは通常の任務なんですけれども、通常の任務に関してはやっぱりオーバーキルで無駄が多いんじゃないかなと思うんですが、通常の任務ってやっているとコストが余ることって多いですよね。そういった時にポンとひふみを出してあげることでコストを余らせずに使うことができると思いますので、むしろ任務に関してはある程度向いてるんじゃないかなと思います。そして最後にこの拠点防衛ですね。正直この拠点防衛は敵がかなり固まりますので、ノーマルスキルでものすごく敵を巻き込めます。召喚してもいいですし、召喚をしないでノーマルスキルだけで範囲攻撃をしていても強いと思います。この拠点防衛に関しては人権レベルで強いと言えますね。かなりおすすめになってます。そして最後に DPS チェックをするためにクレジット回収 H で同じ貫通のイオリとフィーナ、そしてひふみで並べて、残りはイズナと剣で並べて計測してみたんですけども、こういった結果になりました。イオリとフィーナは1回ずつスキルを打ってます。ひふみは終盤で1回だけ召喚し直しをしてますね。苦手な市街地戦でこれぐらいダメージが出ているので、場面によっては本当に火力を出せると思います。限られた条件下ではあるんですけれども、これぐらい火力が出るなら
追加のストライカーとしてスペシャルに入れても全然有用性ありますよね。はい、以上となります。まとめますと、ひふみは範囲攻撃で使える場面は限られている、むしろ単体の敵に対して威力を発揮するキャラクターなんじゃないか。サブスキルの攻撃速度アップで今後キャラの追加や市街地戦の白黒で進化を発揮するかもしれない。コストが余りがちな任務などで使うと無駄なく使えますし、さらに楽しいかなと思います。ケセドよりもピナー戦で使える可能性がかなり高い。ノーマルスキルの火力がかなり高いので置物運用も全然あり。以上がまとめですね。いかがだったでしょうか。いろんな場面で使ってみたんですけど、正直ケセド戦ではあまり使えないと思います。そしてもう一つの結論、水着ひふみを引くべきか引かないべきかという内容なんですが、正直今現状ではわからないんですが、重要性は低いと思ってます。そしてできれば月末の情報を待った方がいいかもしれませんね。7月24日に公式生放送が決定しました。そこを待ってから引いても全然遅くないと思います。特にひふみは工場なので、今回取り逃してもどこかで出るかもしれません。あまり慌てずに考えた方がいいかもしれませんね。とにもかくにも使ってて面白いキャラクターというのは間違いありませんので、興味のある方は引いてみてはいかがでしょうか。そしてメモリアルロビーは絆レベル5で解放されるんですが、めちゃくちゃ可愛かったのですごくその点でもおすすめになってます。公式生放送は同時視聴枠を立てようと思ってますので、よかったら一緒に見ていただけると嬉しいです。ハーフアニバーサリーの特番らしいので、どんな情報が来るかすごく楽しみですね。それでは今回はこの辺りで終わりにしましょう。また次の動画も見てくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。